はいどうもアーチです。行ってまいりましたガンダムエキスポ東京2020ですね。これ入り口のところにあったガンダムです。で中に入るとこんな感じ。これ入り口のところなんですけど、ここで一旦並んで向こうの奥にね、赤いガンダムの盾が見えると思うんですけど、あれ1分の1らしいですね。あの向こう側で映像を見ることができるようになっております。すごかったですよ映像。はい、お見せできるのはここまでですね。まあ、当たり前なんですけど中が撮影禁止なんですよ。で何か所かこういう、撮影スポットがあって、そこは OK というわけでね、こういうドームの大きい置物だとかグフもありましたね。これねめっちゃかっこよかったっすよ。であとは撮影スポット、写真撮ってもいいよっていう、自分の写真も撮ってくる、あこれですね、横浜ガンダムのドックみたいなとこですね。はいどうも。はい、というわけでね、ここからは、家に帰ってきてね、買ったものをこれ、はい、ご紹介していこうかなと思っております。めっちゃあったんですよ、新商品が。で、写真撮れないんですけど、まあ、ツイッターでね、随時上がってるんで、それ見てもらってと思うんですけど、やっぱね、かっこよかったですね。実物見ると、カラビティとかもあったし、あとガンダムマーク5ですか。マスターグレードになりますよね、あれとかもあって、すげえやっぱ実物見ると欲しくなりますよね。リアルグレードのハイニューガンダムとかもありましたしね、全部あって、いやーいいっすね、いろいろね。はい、というわけでね、撮影できなかったんで、まあしょうがないですよね。いろいろ買ってきたものを、はい、ご紹介していこうかなと思います。でこれなんですよね。まずこれもらえるやつです。日によって色が違うんですよ。で今日は初日12日だったんで黄色で、全部揃えると一応クリアのこれですね、エントリーグレードが完成できると。で一回行こうかなと思ったんですけど、ちょっとまあまあいいかなと思って、はい、とりあえずこの黄色を今日、ね、はい、もらってきました。はい、で次がねこのエントリーグレードですね。前にねガンダムベース行った時に売り切れてたんですよ。やっと買えた。これだから700円ぐらいですね。これも欲しかったんですよね。すげえ、よいしょ。はい、こんな感じ。まあ、エントリーグレードですね。おお、少ないけど出来がいいっぽいなあ。あーすごい簡単に作れちゃうんでね、はい、さっきのもエントリーグレードなんで同じような作りですよね。はい、これも買ってきました。はい、一般販売するみたいですけどね、12月ぐらいにね。はい、次がこれです。これじゃん。はい、買ってきました。何かというと、メモリアルセットなんですよ。ガンプラ40周年の箱、かっこよくないですか。1980年のやつと、あとハイグレード2001年ですね、と2010年のリアルグレードが入ってるんですよ。でこのリアルグレードに関してはチタニウムフィニッシュなんですよね。あ、こっちもな、ハイグレードもな、こう分かります、チタニウムフィニッシュ、ハイグレードもね。でこっちリアルグレードもチタニウムじゃないか、グロスインジェクションだ、グロスインジェクション仕様、チタニウムフィニッシュとグロスインジェクション仕様で、こっちはまんまなんですよね、白いまんまなんですよね。この3体が入ってなんと5000円。もうこれ高いのか安いのかよくわかんないですけど、まあまあ記念ということでね。この箱かっこよくないですか。はい、こんな感じで解説が載ってて初めて開けます。はい、じゃん。おお、なるほど、こういう入り方。待って、どれがどれか分からん。これもう初代ガンダムっすよね。初代ガンダムっすか、ガンプラっすよね。これで完結だ、このランナー1枚で。なるほど。でこれがリアルグレードっすよね。うわあ、こっちがハイグレードですね。はい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 。ハイグレードもでもパート数少ないですよね。
で、リアルグレードがやっぱ一番多い。メタリックグロスインジェクションがもう一つ分かってないんですけど、あ、説明書3つ入ってるちゃんと。すげえすげえ、見てこのこれだけですよ。ペラペラペラ、これやばい、すごいっすね。昔のこんななんですよね。で、リアルグレードが入ってて、あとハイグレードですよね。説明書書いてます。あ、グロスインジェクションってよく分かってなかったんですけど、クリアってことですかね。こっちだってハイグレードのね、チタニウムフィニッシュはなんかこうテカテカしてる感じで、グロスインジェクションはこれクリアっぽいな。なんかほらね、クリアになってますよね。あ、もうこれ完璧クリアだわ。面白い。この3つがセットになっているガンプラなんですよ。なんかね、せっかくだからね、記念のやつが欲しかったんですよね。もうパオがこれは組まないかな、組まないで置いてるかな。リアルグレードもね、ガンダムもう作ってたんですけど、足が折れたんですよ、右足が、あのフレームが。なので途中で諦めちゃったっていうね、経緯があるんですけども、はい。で、今日何気にこのね、正面の画像がなぜ多いかというと、ビデオカメラが届きました。このソニーのビデオカメラが届いたんで、これを今ね、正面に据えてこうカメラテストも兼ねてます。はい。なのでちょっと今日正面の絵が多かったりしますが、まあまあこれもね、わー、これ多分作んないな、積んでるな。いやー、これはいいですよ。リアルグレードのジオングですよ。これね、1月ですよね、確かね、先行で売ってるっていうね。しかもあれです、ラストシューティングのエフェクトセットです。はい。あの、ね、展示してあったんですけど、あのめちゃめちゃかっこよかったですよ。やっぱすげえと思って、もう絶対買おうと思っちゃいました。はい。これほら、このエフェクトついて、このポージングですよ。で、中がねこんな感じになってて、でちゃんとバーニアも全部動くと、物合いも動くと。うわ、やばいなこれ。で、この箱の太さよね、このボリューム感、これやばくないですか。はい。そんなこんなで、うわー、かっこいい、かっこいい。で、ラストシューティングの、ね、これがついてるエフェクトがね、この壁と。ガンダムはついてないですよね。はい。おー、すげえ。ちょっとこれはめっちゃ楽しみにしてたんですよ。で、1月だなって思ってたんですけど、まさかの先行で買えるというね。多い、めちゃめちゃ多い。あ、じゃあワイプで出しとこう。はい。じゃあワイプでね、この右下の方に出しておきましょう。ここにも映ってます。うわ、これマジか、すげえな。いや、モリモリですよ。ほら、こういうねシールが。すげえ。あ、エフェクトえぐいわ。ほら、エフェクトがすげえ、エフェクト。これはもう絶対こっち買った方がいいっすよね。まあ値段高いんですけど、9900円とか、まあ、1万円するんですけど、ほら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 、かっこいい。やばかっこいい。ほら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 、やばかっこいいっす。うわ、装甲とかね、この辺かっこいいっすよね。この角張った感じとかね、もう、ああ、内部フレーム、いや、やべえなこれ。ほら、うわ、これ作んのめっちゃ楽しみだ。どう、あの指のビームですね、これね、指のビーム。エフェクト、うわ、内部、うわ、かっ
こいい、めっちゃかっこいい、これパパとかね、うわもう語彙力がないですけど、あこれほら壁ですよ、ラストシューティング用の壁ですよ、台座がねついてると、なるほど、もう置けなくなってんだ、あこれも台座ですよ、もう台座3つ、あれベース3つついてますよ、すげえ、すげえ、パーツリストが別でついてる、ちなみに2回目今もこんな感じです2回目が死にました、はい、こんな感じ、パーツリストが説明書と別についてるっていうね、あとこういう、あエフェクトのね説明で、うわ使わないの多いな、これあれですね、あの台座のとこですね、いやこれ右足折れてるガンダムいけんじゃないかな、ワンチャンね、でこれですよ、これかっこいい、かっこいいな、やばいなこれ、うわはあ、いやパーツリストあるのに、またなんでこっちにもパーツリストあるんだ、すごいな、いやかっこいいな、これね先にこれやりたいですよね、内部フレームだけを組み立てるっていうのを、いやこれあ大変なんですよ、ちょっとバラしたりとかも絶対出てくるから、なんですけど、うわ細け、かっこいい、かっこいい、やばい、あのガンダムエキスポの説明の話でもうジオン軍の説明ですよねこれね、うーわーこれはやばいな、わちゃんとこれついてるんだ、足じゃねえ、あのせなんだろう、着陸した時のこの足なんていうのか分かんないけどついてるですねこれね、へえ、いやこれどうアレンジするんだろうと思ってたらめちゃめちゃかっこいいアレンジしてますよね、やばいな、ガンダムエキスポ東京に行ってきたっていう、はい、動画のはずがもう商品の大量買いの動画みたいになりましたけど、はい、これを今日紹介してみました、やっぱこれですよね、これをもう作ってね、久々に最近なんかあのライブ配信ばっかであのレビューしてなかったんですけど、これはちょっとレビューしたいなと思ってます、あとはまあこれは多分ね組まないな、積んどくな、記念としてね、でまあエントリーグレードとかはねあのライブでいけると思うんですけど、これライブでやるとやばいっすよね、めっちゃ時間かかりそうな気がする、2回ぐらいに分けないとしんどいっすよね、うわーこれでも早く作りて、はい、というわけで今日はこの辺りにして、早めにこのレビューがね出せるようにしたいと思います、じゃあまた次の動画で、じゃあねー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、よかったらチャンネル登録お願いいたします、あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。